チンダ・ステミ・ベルリン講師時代、チンダ・ステミから1929年1月16日は、日本の外交官、自重長、数密顧問官、外務次官、キリスト教牧師、広崎藩士、チンダ・アリタカの長男として、現在の青森県広崎市で生まれる、東義塾に学び、本田洋一の訓導を受けて学び卒業。 ホンダ一校長のもとで1874年東欧義塾の職員になる。1877年有約渡米し、アスベリー大学で4年間学び、25歳の時に帰国した。当時、アメリカ事情と語学の通業者は貴重な存在だった。1886年メソジストの広崎教会の副牧師になった。帰国翌年の1882年に、 元広崎藩家老の娘と結婚。妻の老いは、外交官、山中和幸で、神田長女貞はこの山中に嫁いだ。妻の兄、佐藤愛馬老の世話で、外務省に入り、イギリス、大韓帝国、清志、オランダで、初期官、領事、総領事を歴任した。1890年、財産フランシスコ日本領事に就任。日系人排斥運動がアメリカに起こるであろうことを、 早くから予想し、賭博場や売春宿などの問題を指摘、日本本国に報告するなどして移民制限を促した。また現地での配日の動きには、抗議を行っている。1901年11月27日には、外務総務長官となり、1903年12月5日から1906年6月6日までは、総務長官から解消された初代の外務時間を、 勤めている。日露戦争後の講和条約締結交渉で、外務大臣、小村寿太郎は、ロシアとの交渉に手こずっていたが、チンダーは、桂太郎の補佐をしながら、小村に適切な訓令、資料を送り、交渉を支えた。その功績が認められ1907年に断釈となった。明治44年に、死尺へ昇尺した。1907年の日米新史協約成立にも、 関与している。1913年のカリフォルニア州、外国人土地方論議の際には、ウッドロー・ウィルソン米大統領に、法案通過阻止を陳情するなど尽力している。また、現地で、日本人会を組織しコミュニティの形成にも寄与した。その後、ブラジル講師やオランダ、ロシア講師、ドイツ大使を務め、1911年からは、中米特命全権大使となった。 1912年3月には東京市から桜の苗木が贈られ、植樹式では、チンダの夫人とウィリアム・タフト米大統領夫人が、ポトマック下半に植樹を行っている。なお、これを記念して、毎年全米桜祭りが行われている。第一次世界大戦では連合国との協議に深く関与し、1919年のパリ講和会議には、全県委員の一人となった。 その功で白爵に昇尺した。この年、外務省を退官し10月22日には、数密顧問官となっている。1921年の皇太子、広人新郎の欧州訪問に際しては、宮内大臣の牧野信明が、霞ヶ関で一番の切れ者との評価を得ていた陳田に、法王具部長の重責を任せる決定をした。法王王はその流れで宮中に入り、 東宮大部などの立場で皇太子の指導教育に携わった。昭和天皇は幼少期から少年期にあだちたか、少年期から皇太子期に山本信次郎、そして皇太子期終盤から天皇即位後にかけて賃貸というように全く切れ目なく、クリスチャンによる法王から5年後の1926年12月25日に大正天皇の法御に伴い、摂政宮、 皇太子、広人親新が新天皇に即位したときに、チンダーは皇后宮大部として、両子新皇后の世話にあったが、3ヶ月後の3月3日に、自重長に就任した。しかし、その2年後に、在任のまま脳出血で死去、七73歳だった。母皇の東皇義塾でチャプレンを務めた経歴もあり、メッソジスト派の牧師という肩書もあった。 議会勲章等外国勲章廃用隠居、ありがとうございます。